皆さんこんにちは、ベートーベンミキです。今日は、C メジャー、F メジャー、G メジャーが抑えられるようになった生徒さんと一緒に弾いているデュエットインプロバイゼーションを紹介したいと思います。これは、C メジャーとそれから A マイナーと F メジャーと G メジャーの4つのコードを使っています。これは全部、白い鍵盤しか使わないので、最初の導入にいいですね。で、最初は C メジャーではコードのおさらいをしたいと思います。 C メジャーですね、ドミソ、それからスキップで左に折ります。ラドミ、 A マイナー、そしてまたスキップで左に折りて F メジャー、ファラド、そして今度ステップで1個隣に上がります。ソシレですね、はい、これはもう全部抑えられているので、はい、先にこの練習をしておいて、でその後今度は真ん中の音を入れない、真ん中の音を抜いて弾きます。ドとソだけ。それから同じですね、 A マイナーも真ん中入れない、 F メジャーも入れない、 G メジャーも入れないで C に戻ります、はい、これが左手です。もうこれだけです、左手は。それで、それに対して右手は、ドとソ、 C メジャーなんだけれども右手も3を弾かないんですね。だから5th なんです。それで、時々他の指輪を動かさないで1だけ動かします。またはレに行きますですね。皆さん覚えてますか？レ弾くときに必ず1外してください。それで全然その3,4,5の指を動かす必要がないので、これを弾くときは他の指輪を動かさない、またはこんな感じですね、はい。では例えば、まあこんな感じで、インプローブしていくんですけれども、あとは、右手をまあ、スケールの指使いでできればいいんですけれども、それができなくてもとにかく隣の音に上がっていったり降りたり、また上がったりで途中で止まって休んだり降りたり上がったりというのをやってくださいというふうに、ルールを決めて弾いています。そうするとの、どんな感じですか？感じになるんですね。実際は生徒さんは最初はもっとスロー、ゆっくりでやるのでこんな感じですね。で時々休んで、時々長い音を弾いてみてって言ったりしてます。そうしてで弾いてるうちにだんだん音が聞こえてくるんですね。こんな感じです、はい。それで終わり方、どんな風に終わってもいいんですけれども、終わり方は、一つのサジェスチョンはやはり C メジャーの外側だけ真ん中弾かないで、これだけで、そして今度左手が右手に重なって、そして最後にミの音を弾いて、こんな感じで、終わり方を決めたりしています。どんな終わり方もいいんですけれども、はい、でそれで、生徒さんと、代わり番号に私が左手を弾いて、生徒さんが右手を弾いて、そしてスイッチしてというふうにやっています。ぜひ皆さんもお友達や、これは、ピアノ
やったことない人でもできるデュエットだと思いますので、お友達やパートナーを連れてきて横に座ってもらって一緒にやってみましょう。はい、では今日もありがとうございました。